え、みんな予想してたのは強い。なんでなんで？すごい。そう、まだレッスン上。なんかさ、うわ、卒論やってる人いる、ファイト。そうそう、編集とかやんないといけない、頑張んないと。そう、え、で最近すごいさ、あの発表が多いじゃん。私も追いついてないからみんなも大変だよね。ね、ビッグワンガールズさんにも私今あの今月のやつ、そう、出てるし、あとラジオ、ラジオなのかな、まあ、ラジオみたいなものにも参加させていただいてるし、そう、あとニュースですね、あのペコパン、美男ペコパン、美男ペコパンと悪魔の記事とかも、そう、たくさん出させていただいてて、そう、いっぱいさ、みんなチェックするもの増えて大変でしょう大変でしょう。あと、そう、土日移動頑張るよっていう、そう、舞台挨拶もあるし、いや、稽古が、それがまあなんかね、まだ始まってないので、ちょっと始まってからがドキドキするなーって感じですみんな嬉しい悲鳴って言ってくれてる、優しいね。よろしくお願いします、皆さんチェックお願いします。あとイベントも発表されましたね。私福岡にめっちゃ行くんだけど、だから今年の夏は福岡を楽しみます。そう、福岡たくさん行って楽しむぞ。でもまずは、まあ、6月始まって3、4の2日間いろんなところに行くから、美味しいもの食べたいしなんかいい感じの、いい感じの観光地とか行けないかな。まあそんな余裕はないかけど、なんか地方にせっかく行くから、なんかお土産とかたくさんゲットしたいな。福岡行くときはね、なんか大学があるからしっかりは帰れないけど、けどいい感じのタイミングをちょっと狙ってるので、そう、だから帰れたらいいなとは思ってる、どこかで。うん、もう地方に行ったらもう食べ物だってさ、観光地に行けないじゃん、時間ないから。観光地には行けそうにないので、もうとにかくもうご飯ですね、食べ物に着手していきたいと思います。だってね、大阪行くからUSJ 行けるなとか無理やん、そんな無理やからさ、もうそれならもう駅とかね、コンパクトで楽しめるものもうコンパクトに楽しめるって思ったらもうね、ご飯やんやんってことで。あ、パンカツもしたいよ、したいけどさ、行けるかな。まあ諦めちゃいけないよね。じゃあ諦めない。そう。え、でもとりあえず551の肉まんが美味しいってファンの方に教えてもらったから、そこは行きたいなって思ってる。とりあえず大阪行ったら551の肉まんは食べたいし、うん。あとなんだろう。そう、鼻声なんです。なんかやっぱ温度差が激しいからさ。もう鼻水が今止まってるけど、今日ずっとやばかった。アイドルだからダメか、こういうこと言っちゃそう。あ、リクロウジさんも食べたい。花粉症かな、
花粉症？そっち？いやそう、551さ、いつもその前役とかで大阪行った時に551の豚まん買って帰りたいなって思ってたんだけど、なんかいつも並んでてさ、あとだいたい前役終わりって夜遅いじゃん、だから無理でさ。でも今回はワンチャンいけるんじゃないかなって思ってる。え、目かゆくないよ。だから多分完全に寒暖差だと思うんだよね。だってやられてる人結構いる。そう、多分寒暖差かん、だってもう寒かったり暖かかったりさ、すごいじゃん。あと室内か外かとかでも全然違くない？外暑いのに室内なんか逆に寒すぎるみたいな、温度調節が大変って思ってさ。みんな体調崩してるって？気をつけて、みんな気をつけてね。室内が寒いよね、外は寒くないけど気をつけようね。インフルもね、気をつけましょう。え、今日半袖寒いかな。あ、でもあ、ちゃん大丈夫、ちゃんと上着持ってきてるから今日は。うん、みんな気をつけよう、体調いろいろインフルとかあるし。うん、あ、レッスン終わったよ、ちなみに終わった。この記事はなんか大好きなヒヨンさんのクアンクっていうブランドの服で、去年買ったんだけど、これなんて言うんだろう、え、でもよくあるさ、なんか女の子が着てる生地ね、まあもうみんなもう本当に体調には気をつけてね。私も気をつける、気をつけようね、体調には。でも私は明日からちょっとゆっくりできるので、まあゆっくり したいけど明日もショールームできたらいいな。明日ショールームしよっかな。明日もショールームしたいし、そう、明日もとりあえずしたいなって感じ。明日ショールームしたいな。そう、まあゆっくりしたい。いや、でもゆっくりしたいけど、まあね、いろいろできたらいいなって感じです。明日、明後日は。映画よろしくね。うん、いやー、なんかね、あ、台風が近づいてるの？それは困った。ん、え、今日お休みメール打ったよ、一応。え、送られてないとかないかな。え、怖い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 。送ったつもり。みんな届いてないですか、メール？まだ。え、まだ来てないの？ちょっと届きますように。一応送ったから届くのを願います。22時ぐらいに送ったやつ、届くの楽しみにしててください。ちょっと届かなかったらごめんなさい。
あ、本当に、じゃあ届いたらいいな。何話したかったかな。でも、あ、そうだ、昨日、いや、お話し会のこともかな。お話し会、お話し会、いや、待って、いつからショールームしてないよ私ね。いろいろありすぎてさ、ね、まあまあとりあえずいろいろあった。確かにお話し会がまあ2日間あったんですけど、27、28、そう、そこではまあオンラインだったんですけど、もうなんか2日間、そうで、本当はね7月もあるはずなんだけど、7月だっけ、7月6月、そう、でもオンラインがね、もう私は、この前でもうラストだったので、すごいもう海外の方に会えないのは寂しいんですけど、けど日本でやるというかリアルお話し会はそうまだあるので、皆さんぜひオンライン行けなかったなって方で、リアル行けそうだなって方はお待ちしてます。そう、少しでも会いに来てくれたら喜びます。トリセツみたい。そう、下を見は少しでも会いに来てくれたらとっても喜びますので、お待ちしてます。まだね再販してると思うので待ってます。6月と7月お待ちしてます。はい。トリセツ。はい、喜びますので、はい、お待ちしております。そうそうそう、西野カナさんの曲みたいな感じ。あ、よかった、メール、よかったよかった。そう、ショールームするようなメールね。そう、よかった。早く来ないと忘れちゃうぞ、会いたいぞ。はい、待ってます。そう、カエルするしね、カエルしたり、なんかいろいろイベントは考えてるので、自分の行きたい日に来てくださったら喜びます。嬉しいです。はい、まあ、それでもうお話し会、リアルお話し会、いや、オンラインもリアルも両方だけど、まあ楽しかったよっていう話と、あとなんだっけ、あーで、フォーの公演がミスさんの生誕祭、そうで、30日にあったユーナの卒業公演が久しぶりの雫公演だったんですけど、もう2日間ちゃんとグッときて涙して。いやー、濃い2日間でした、めちゃくちゃ。そう、すごい濃かった。ねえ、だからなんか、いや、もうミッサーね、卒業悲しいなって思ったし、そうで、その、まあ、ユーナの卒業公演にも参加できて、曲もね少人数で歌えて、もう綺麗すぎて、何なんだろうね、なんかアイドルって本当に儚いなってすごく思っちゃった。なんかアイドルのラストって、なんであんなに儚いんだろう、本当に儚かった、可愛かった。でもこれからも会えるので、会いたいし、いや、もうそう、仲良しが卒業するの悲しいの、
そう、なんかミッサーの生誕祭参加できたのも、なんかやっぱミッサーもあのジョン・マイ・ラブとかですごいお世話になったし、あとダンス面とかで一緒にそのなんかミッサーさ、そのなんて言ったらいいの、すごい頑張ってるところも見てたし、あとなんて言ったらいいんだろう、そうそうそう、あとああいうさキャラクターだからさ、いろんなメンバーと話すのも上手だし、めちゃくちゃミッサーに助けられたことたくさんあったからさ、なんか手紙とか見ててなんかグッときちゃったね。でもユーナもね、そう、なんかほんとユーナとは正反対だなって思うこと思うんですよ。まあ、多分根本は一緒なんですけど、根本は似てるんだけど、けどなんかまあ結構基本ね正反対だなーって、正反対な2人なので、だから本当にさ、なんかこんなに仲良くなれて嬉しかったし、なんかユナに見習いたいところたくさんあるなーって。あ、正反対だけど喧嘩はしないよ、そうしない、なんかほんとだから根本は似てるの、根本はほんと平和主義で、で多分お互い真面目なんだと思うそう、一人二人とも多分根本はそう真面目なんだと思う、自分で言うの恥ずかしいけどそうで平和主義だと思うの多分。そうでもそれその根本は似てるけど、まあちょっとね他の部分で結構考え方が全く違ったり、その感じ方が、感じ方も似てる時あったけど、そうでもなんか共有ね、まあもうメールに書いた通りなんですけどそうメールに書いた通りって感じ。でも本当になんかここまで仲良くなれるのがもう本当信じられないな、信じられないなって今でも思うぐらい、そう不思議に思ってるでも本当に素敵なメンバーだしね、友達としてこれからも仲良くしていきたいなと思ってます、でも本当に仲いいメンバーがいなくなっちゃうの寂しいんだよな。でも一回私経験してるのでね、なんか初期の頃にね、結構さ阿部芽衣が卒業して、なんか谷が卒業して、カリンが卒業して、モカが卒業してっていう時期があったから、だからねなんか慣れるはずなんだけどな、慣れないよねって感じですね。そうなんだよね、やっぱ何度経験しても慣れないですね卒業ってね、なんかもう悲しさが増してる気がする応援したい気持ちはすごくたくさんあるんだよ。はい、すごいしんみりした話しちゃった。
ねえ。はい。そろそろ帰った方がいいかな。今何時？みんな。何時ですか？あ、すごいいいコメント。お塩を押せるときに押すべし。私もランちゃん、ずっと大好き。私もランちゃんのことずっと大好きです。推しです。早すぎ。あーんでいい。なんちゃん本当に一蘭食べに行きたいんだけど、なんかお互い本当にまだねスケジュール合わなくて、そうだからスケジュールあったら行きたいです。 そう、昨日蘭ちゃんに会いました。なんか懐かしい人に本当にたくさん会えて楽しかった。 久しぶりって感じだった、みんなと。もうただ待機中じゃない、普通になんかレッスン場来て、なんかレッスンしてで終わって、でなんかね、なんかいろいろしたくて 残っちゃってる。 そうなの、なんかね、なんかいろいろしたいなって思っちゃって、そう編集しろよって感じなんだけど 本当に早く家帰って編集しろよってね感じなんだけど、なんかしたくて残っちゃった。なんかそういう日あるよね、あるよね。ありがとう。でもさすがにいい加減ちょっとね、帰ります。 いい加減帰りたいと思います。配信見てくれてありがとうございました。はい。ありがとう、見てくれて。ありがとう。じゃあ。だね。ね、みんな優しい。ありがとうございました、見てくれて。スクショタイムとランキング読んで。スクショタイムするね、じゃあ。いきます。はい、チーズ。はい、オッケー。じゃあ皆さんの方でスクショ。ああ、 大丈夫か、今見えたの大丈夫かな。ハート、オッケー。じゃあ、ありがとうございました。ランキング発表します。13位からいきます。アスラーヒゼン、アスラー 滑舌悪い。 もともとか。 はい、13位からいきます。アスラーヒゼちゃん、13位おめでとうございます。そして12位がウィンパディさん、12位おめでとうございます。そして11、
11位がピシアさん、11位おめでとうございます。そして10位がジャリングさん、10位おめでとうございます。そして9位がガスコインさん、9位おめでとうございます。そして8位がヌコッパパルイチュカエヨ。そして7位がミホさん、7位おめでとうございます。そして6位が笑顔になるなるヤマピョン、6位おめでとうございます。6位。そして5位がリムさん、おびちかえよ。そして4位がプクレンパサラン、あ、ちょちょ、え、合ってるか合ってるか、はい、4位がプクレンパサランさん、4位おめでとうございます。そして3位が大粒ちゃん、3位おめでとうございます。そして2位がケントさん、いびちかえよ。そして1位がコウキさん、1位おめでとうございます。おめでとうコウキ。はい、ということで14位から読んでいきます。ゆうとしさん、なお、ゆうとし、なおさん、ゆうま、和田さん、ひでじろさん、恋するうさぎ、しほこ、イーグルイーグルさん、しろしろ、ももさん、フィンドフォービーさん、ピールケウちゃん、やまちゃん、なーにゃー、ねもうそうしさん、エイトくん、トラキーロー、ホイホイ、ピオパン、ハルノシン、ユッタン、ナベちゃん、あー変わった伊藤ティー、誰がランクインした、誰がランクインした、誰がランクインした、教えて、誰が入った、あ、10位から読んでいくね。13位以内は変わってないってこと、これ。うん、ケントさん、ハングーギン中、あ、かん、え、ケントさん入った、2位、ケントさん、おめでとうございます。え、うん、10位から読むね。いや、それ相手ちゃん13位もう、うん、覚えられない。じゃあ10位から読むね。ゆうとしさん、なおさん、ゆうまさん、和田さん、ひでじろさん、のぶ、恋するうさぎ、しほこ、フィンドフォービーさん、イーグルイーグルさん、ももさん、ピールケウさん、やまちゃん、なーにゃ、ねもうそうしさん、あやかにちゃん、えいとくん、キラン、あ、トランキーロ、ほいほいさん、ひよぱんさん、はじのしえん、ゆったん、なべちゃん、いとっぴーさん、ピーヌシーさん、サヌシ、ウォーターさん、テオネオさん、ウッシー、ヨンオンニ、チェンジ DC、星侍さん、ノリタマさん、ヨシッチさん、ベビコンさん、カナさん、ウィンザーさん、ナーさん、ドングリ、プレッシー、クラッシングさん、全員全家さん、スミオイさん、ヒテナマさん、ナッチャン、ブラウンシー、PTY さん、コッコさん、ケケケさん、日ハムファンさん、ムエさん、クローバーさん、カジカジです。リカユキサ、ハスキーさん、キャリオ、サトリー、カーズニピースさん、エサシーさん、ポングポングさん、KYS さん、科学先生、パラングスさん、グリフォンさん、カックン、もしも鳥だったらさん、フィンドフォービーさん、ローソンジさん、ヘギャンニ、スタンリー、アオくん、シノピー、行政牛田さん、入り表、XD さん、ヨークマさん、ピーちゃん、ヒロさん、ネちゃん、タイさん、松ぼっくりさん、ニエシ、ユータロウさん、カゴヤン、アリテチ、パンダマル、カトビービー、ヒヨコちゃん、ヒヨコさん、カーヒロさん。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。少しだったけど見てくれてありがとうございました明日も
明日はもうちょっと早い時間にできるかな。明日は何時からにしよっかな。明日逆にお昼とかどう？あ、でも金曜か明日。ん？あ、木曜か明日。じゃあ明日は19時とかからできたらいいなって思います。19時ぐらいからできたらいいな。見れる方はぜひ見てください。はい、じゃあまたね。またあのツイッターで明日そう19時からするねみたいなことつぶやくので見てね。じゃあおやすみなさい。チャイチャイオールトリサードカーワンガン、グッナイカー、おやすみなさい。またね、優しく切るね。優しくね。またね、切ります。